よう、どんどん食べちゃいなよ。いいんですか？ありがとうございます。この子には光るものがあるから、絶対に逃がしちゃいけない。何より、可愛いし。東山さん、おいしい？はい、美味しいです。それならよかった。それで、ちょっと提案があるんですけど。はい、何でしょう。今回はジャニーズ事務所所属の東山さんと往年の大女優森光子さん、そしてジャニーズ事務所の創設者であるジャニー喜多川さんとの関係について、東山さんの生い立ちや経歴と一緒にお伝えいたします。まずは東山さんの生い立ちについてですが、小さい時にお父様とお母様は離婚して、妹と一緒にお母様に引き取られています。原因はお父様にあったらしく、大酒飲みでギャンブル狂いという典型的なダメ人間だったとのことです。ちょっともうお酒飲むのやめてよ。俺が稼いだ金だ。好きに使ったっていいだろう。え？こんな時間に誰？まさかお父さん、またやったの？あとは任せたからな。俺は逃げる。ちょっと。奥さん、旦那さんがうちの店に借金作ったまま返してくれないんですけど、どうしてくれんすか？すみません。主人には私から言っておきますから、今日のところはご勘弁ください。このような生活に耐えかねたお母様は、東山さんと赤ちゃんだった妹さんの子供2人を抱えて家を飛び出したようです。その後、家族3人でコリアンタウンに引っ越しましたが、かなり貧しくて食べ物に困る毎日を過ごしていたとのことです。そんなある日、お母様が焼肉屋を営んでいた在日韓国人のシュウさんという方と仲良くなり、ご飯を食べさせてもらうことも多かったみたいです。おいしい。だろ？母さんの焼肉は世界一だからな。このことは東山さん兄弟にとってかなり救いとなったようですが、後年の在日韓国人の差別問題に大きく心を痛めることにもなったとのことです。そんな東山さんは、お母様が再婚したギフトの確執がありながらも、なんとか強く成長していきました。そして東山さんの人生を大きく変えるチケットをお母様から渡されることになります。成り行き、音楽番組の「レッツ・ゴー・ヤング」の公開収録のチケットをもらったから、友達と行ってきたら？え、いいの？私は仕事だから遠慮なく行ってきなさい。わかった。ありがとう。そしてその番組の終了後、東山さんは運命的な出会いを果たします。いやー、やっぱ生の芸能人ってオーラが違うよな。俺も芸能人目指そっかな。鏡見たことある？あ、俺のことバカにしちゃうのか？まあまあ、二人とも。あ、彼は。ユウ、ちょっといいかい？え、俺っすか？いや、そこの君だよ。こういうものなんだけど。え？ジャニーズ事務所？マジか。のりき、すげえ人に声かけられたな。ユウを一目見た時から気になっててね。もしよかったら、ユウのご家族を交えて、食事しながら話をしないか？どうしよう。全然芸能界とかに興味ないけど、かといって断るのも気が引けるし。わかりました。食事だけなら。よし。じゃあ、家まで迎えに行くよ。こうしてジャニーさんと食事に行くことになりましたが、それでも東山さんは自分がジャニーズに入るなんて思ってもみなかったようです。そして食事場所に行くために、東山さんの家族はジャニーさんの車に乗り込みましたが、ここでとあるアクシデントが起きました。ユウたち、横浜の中華街でいいかい？いい店知ってるんだ。ああ、はい。中華好きですし、嬉しいです。そっかそっか。お腹いっぱい食べるといいよ。おい、大丈夫か？車酔い？
当分。もしきついなら家にいていいんだよ。いやよ、私だって美味しいチョーカーを食べたいのに。体調の方が大事だろう。なんだ。ちょっと。だから言わんこっちゃない。こうして妹は車内で大量に胃の中のものをぶちまけてしまう事態となり、急遽中華街での食事会は中止になってしまいました。ああ、ジャニーさんは笑って許してくれたけど、やっぱり謝りに行かないとまずいよね。高そうな車の中を汚しちゃったし。ごめんなさい。体調悪そうなのに止められなかった俺たちにも責任あるから、母さん、とりあえず菓子折りでも持って謝りに行こっか。そうだね。でも車の中のクリーニング代とかいくらするんだろう。お金ないのに。だからあんまり思い詰めるなって。とりあえず行ってみよう。ジャニーさん、この度はご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。車のクリーニング代は時間がかかってもお支払いいたしますから。別にいいですから気にしないでください。いえ、そういうわけにはいきませんよ。せっかく食事に誘っていただいたのに迷惑をかけっぱなしですし。それなら、ユウ、うちのレッスンを見学してみないか。え、でも。せっかくだから見ていきなさいよ。まあそうだな。じゃあお願いします。こうしてレッスンを見学することになった東山さんですが、お試しで実際に踊ってみたようです。ただ思ったように体が動かず、東山さんはこれまで味わったことのないような挫折を経験したみたいです。あれおかしいな、こんなに難しいのか。どうだ、意外と難しいだろ。踊るだけじゃなくて歌わないといけないからな。しかもお客さんの前で。君大丈夫かい？少し休むといいよ。もともと見学だけに来たみたいだし。いえ、もう少しやらせてください。このままじゃ自分に納得いきません。そうか、言う根性あるな。じゃあもう少しやっていくといい。やっぱりミーの予想は正しかったな。この子は絶対にジャニーズで育てないとダメだ。きっと大物になるぞ。こうして東山さんはレッスンに通うことになったようです。ただ当初はステップができるまでという条件下でのレッスン通いだったみたいです。ただその条件をクリアした後も東山さんはレッスンに通い続け、そして現在の活躍に至ります。ちなみに通い続けた理由としては、想像以上にレッスンに夢中になっていたこともあるのかもしれませんが、言い方を悪くするとジャニーさんに餌付けをされたからという一面もあるようです。ユウ、レッスンお疲れ。食事用意したから食べるといい。こんな豪華な、食べちゃっていいんですか。ああ、若いんだからどんどん食べるといい。ありがとうございます、いただきます。こうして胃袋をもつかまれたかのような東山さんは愚直にレッスンをこなし続けていったようです。ちなみにジャニーさんといえば、2023年に大きな話題になったあの問題が物議を醸していますが、東山さんもその被害に遭ったのではないかとの噂があります。ああ、もうお腹いっぱいです。いい食いっぷりだな。ユウ、この後時間あるかい？はい、大丈夫ですけど。そうか。じゃあ、ちょっとミーに付き合ってよ。はい、わかりました。正直、事実はわかりませんし、これからも明るみになることはないでしょう。ただ東山さんはかなり義理がたい性格でもありますので、恩義のあるジャニーさんの申し出を断ることはできなかったかもしれませんし、そのことをメディアに告白することもないと思います。その後、東山さんは同じジャニーズ事務所所属の
錦織一清さん、植草克秀さんと少年隊としてデビュー。1985年に楽曲をリリースすると瞬く間に人気が沸騰し、翌年の1986年に紅白歌合戦に出場することになります。そしてその歌合戦で東山さんと当時審査員を務めていた森光子さんは出会うことになります。いや、やっぱ緊張するな。そうだな。俺トイレに行ってくる。さっきも言ってたじゃん。でも俺も行っとこ。東山は？俺は何とか大丈夫。ああ、ドキドキしてきた。いろんな人が俺たちを見るって思うと。え？まだ出番じゃないよな。誰だろう？え？森光子さん？ああ、はじめまして。はじめまして。というか、そんなにびっくりしなくても。すみません。でも大女優の森さんが学園に来るなんて思ってもみなくて。あ、すみません。せっかくお越しいただきましたが、メンバーの二人はトイレに行ってまして。大丈夫です。東山さんだけにお話がありましたし。え、一体僕に何のご用でしょう。やっと会えましたね。実は私、東山さんのファンなんです。え、そうなんですか。ああ、実物はテレビで見るよりずっと素敵ですね。いつも見てますから、本番で歌う姿も楽しみにしてます。あ、はい。ご期待に添えるよう頑張ります。こうして二人は出会い、そしてこれ以降関係性を深めていくことになります。その後はたびたび森さんとドラマで共演するようになり、息の合った演技を視聴者に見せました。そして東山さんと森さんはプライベートで会うようにもなっていきます。テレビタレントの坂上忍さんが東山さんの自宅に遊びに行った際、サプライズで森さんが来て坂上さんを大変驚かせたといったこともあったみたいです。おっと、来ましたね。はい。あれ、他にどなたか来る予定でした？ああ、どうしても坂上さんに会いたいって方がいらっしゃって。じゃーん、坂上さん、お久しぶりです。え、森さん？なんでここに？いや、東山さんから坂上さんが遊びに来るって伺ったんで、ちょっと驚かそうと思って。森さんはちょっとお茶目なところがありますから。やった、もう東山さんたら。なんか付き合ってるみたいな感じだな。このようにお互いの家を行き来する中で、多い時には週4くらいのペースで会っていたみたいです。そんな2人は交際していたなどと言われていますが、交際していた可能性は低いのではないかと思います。事実、森さんは東山さんを友達以上恋人未満だとコメントしたことがあります。ただ森さんにとって東山さんは特別な存在であるのは確かで、ある日森さんは東山さんにとある提案をしたという噂があります。東山さん、もしよかったら私の養子になってくれませんか。私にもしものことがあったらあなたに残したいの。子供もいないし。え？その後養子縁組をしたという噂があります。なぜそのような噂が立ったのかについては、口述する東山さんが森さんについてコメントした内容がきっかけのようです。しかし年月が過ぎると東山さんにも生涯を共にする伴侶が見つかります。お相手は女優の木村佳乃さん。2008年に共演した舞台がきっかけで交際がスタートし、すぐにお互いの自宅を行き来するようになったみたいです。やがて東山さんと木村さんは結婚することになりますが、森さんは激しく抵抗したらしく、説得も一筋縄ではいかなかったとのことです。あ、結婚なんてダメです。お願いします。その後東山さんは何度か自宅に通い詰めて森さんに直談判をした結果、ようやく結婚を許してもらえたみたいです。ただ
森さんにとっては東山さんの結婚はやはりショックだったようで、しばらく落ち込んでいたとのことです。森さん、大丈夫ですか？ありがとう、大丈夫。落ち込み具合が半端ないな。森さん、東山さんのことが本当にお気に入りだったしな。東山さんのことですけど、また落ち着いたら遊びに行けばいいんじゃないでしょうか。今は奥さんもいますから、前みたいには難しいかもしれないですけど。そうだね。そうだ、この手があったか。その後、森さんは常識では考えられない行動を取ったということです。え、吉野、マジか。間違いないって。そっか、それは何より。今日はお客さん来る予定とかもないし、宅急便とかかな。あれ森さん、どうしたんですか？実は私もこのマンションに引っ越してきました。森さん、ようこそいらっしゃいました。とりあえずお茶を出した方がいいよね。そうだな。でも俺がやるよ。もう吉野一人の体じゃないんだから、無理しない方がいいからさ。大げさなんだから、まだ大丈夫よ。どういうこと？木村さん一人の体じゃないって。ああ、実はお腹に俺との子供がいることが分かったんです。本当なの？はい、今朝病院に行ったら。そっか、ごめんなさい、急に押しかけるような感じになっちゃって。さすがに迷惑ですよね。いや、別にそんなことは。気を使わなくていいですよ。じゃあ私はもう帰ります。木村さん、頑張って元気な子供を産んでちょうだいね。はい、ありがとうございます。こうして森さんは引っ越したマンションの部屋を引き払い、自宅に戻ったとのことです。その後、高齢の影響からか体調を崩すようになり、メディアへの露出も激減し、病院のお世話になることもたびたびあったようです。そんなある日、当時ジャニーズ事務所のメリー北川さんとこのような会話をしたとの噂です。森さん、大丈夫ですか？今は大丈夫だけど、年ですからね。それで、私にもしものことがあったら、遺産をジャニーズの若い子のために使ってほしいんです。いいんですか？2回ほど結婚しましたけど、仕事を優先させた結果離婚して、子供もいませんし、ジャニーズの皆さんはみんないい子で、ずいぶんよくしてもらいました。少しでも恩返しがしたいんです。森さん、わかりました。森さんは東山さんとの関係が一番有名ですが、東山さん以外のジャニーズアイドルとも仲が良かったのと、森さんは旦那も子供もいないためにこのような噂がされたのだと思います。その後、森さんは2012年に肺炎のため天国へと旅立っていきました。若干余談にはなりますが、当時この訃報に関して唐突に感じた方が多かったようです。その理由は、とある週刊誌に森さんが芸能界復帰間近という記事が訃報の直前に掲載されたからみたいです。あと50回。このように森さんの生前の代名詞となっていたスクワットなどで意欲的に体を動かしている様子を報じたみたいですが、関係者によるとそのような様子は一切なかったとのことで、週刊誌側がなぜこのような記事を掲載したのかは一切不明です。そして森さんが他界後、東山さんが森さんについてコメントします。東山さんにとって森さんはどのような存在だったのでしょう？森さんは僕にとって芸能界の師匠であり、そして母でもありました。この東山さんの森さんはお母様的存在というコメントがメディアを騒ぎ立て、その結果、戦術のような養子説が出てくるようになりました。そしてその後、森さんの遺言状の存在が明らかになり、そこには遺産の扱いについての記載がされていたとの噂です。
森さんの生前通り、当初は森さんの遺産を若手育成の費用に充てようと計画していたメリーさんですが、その遺書には全く想定外の内容が書かれていたとのことです。はあ、遺産を東山に譲るですって？どういうこと？話が全然違うじゃない。こうしてメリーさんは大変な怒りを覚えたとのことです。以前そのような話が本当にあったのかは不明ですが、民法では口頭での遺言は基本的に有効ではないと規定されているので、真実だったにせよ遺産がジャニーズで活用されることはなかったでしょう。さらにそもそもの遺産も実はそれほど多額ではなかったとの噂もあります。数年前から体調が悪化しがちだった森さんは病院での治療費がかなりかさんでいたらしく、手元に残っていたお金はあまりなかったみたいです。その森さんのわずかながらの遺産は東山さんに相続されたなんてことはなく、森さんが所属していた個人事務所の社長で自身の甥っ子でもある方に相続されたようです。このように森さんの他界後もいろいろな騒動がありましたが、ただ一つ言えるのは、東山さんと森さんの間には誰も踏み入れることができない絆があったということで、そのような絆ができたのは森さんは常に東山さんに敬意を払っていたのが一因だと言われています。東山さん、今日はいい天気ですからどこかに行きませんか？いいですね、行きましょう。このように森さんは仲良くなっても常に東山さんと呼び続けていたようで、東山さんもそんな森さんだからこそずっと慕い続けていたのではないかと思います。そういえば東山の本当の母親って何してるんだ？森と養親組の噂があったぐらいだから、実は絶縁してたとか？いえ、今は全く話を聞きませんが、少なくとも絶縁とかはないと思います。ただ実は過去にマンション投資をした結果大失敗して、その結果東山さんが数年かけて借金を返したなんてこともあったようです。おいおい、父親の借金が原因で離婚したようなもんなのに、なんか皮肉を感じるな。投資は子供のためでもあったようですけどね。ただそれがきっかけで東山さんは自分には詳細がないから芸で稼いでいくしかないと悟った結果、今のストイックな東山さんの姿につながっているみたいです。なるほどな。昨今ジャニーズを退所するやつも増えてるけど、東山がジャニーズに所属し続けているのもそういった背景があったからなのかもな。